これでおしまい。これ大丈夫？私明日アカウントバンされない？ちょっと強くなったかも。よし、これからもよろしく。絆会話だ。向かうは関ヶ原の戦い当日の地点です。東軍による小早川秀明の調略が難航しています。また改めて関ヶ原だね。原因は細川忠興による妨害か。細川さんたらすっかり西軍方に組みしてくれちゃって。つらいよなこれ。相手側からしたらなんでってなるけど、当人にはやるせなさすぎる事情があるけど理解はされてないんだよな、きっと。戦果を上げればガラシャは生きて戻るとか、石田三成に吹き込まれているのかもしれないね。もうこれ、もうとことん辛すぎるだろう。もういない人のために戦って利用されて、挙句絶対帰ってこないんだもんな。あの方を止めるにはやはり真実を伝えるしかないな。でこれはこれで辛いっていうね。あ、小早川には静止通り裏切ってもらわなければ。うん、関ヶ原の戦いはこれを機に西軍劣勢になる。うん、カセン、ここは私に任せてもらえませんか。なんだろう。かつての主に過酷な現実を突きつけるのはあまりに辛い役目です。買って出てくれたんだ、優しいね。いや、僕が行こう。どんな言葉をかければあの方に伝わるかは僕が一番わかっている。うん、それもそうだね。各部隊が元主の人たちと対面するように政府が仕向けてるのは多分こういうところなんだよね、きっと。それに僕が役目から逃げてはヒューガに合わせる顔がなくなってしまうからね。本当に強いんだな。うん、わかりました。細川忠興に接触した後のことは君にお任せします。うん、でもありがとう。君って言ってるんだ、河川さんのこと。もうちょっと立場上みたいなイメージだったけど、いちごさんと河川さんも結構横並びな感じなのかな。そこまでは俺たちが全力で手助けしますからね。うん、ありがとう。今更だけど、生蔵君って俺なんだな、僕じゃないんだ。いいなぁ。いや、なんかごめん、共感してもらえるかわかんないけど、これも可愛い。もはやお礼呼びも可愛い。新たな流れが検知されましたとか浮かれてる場合じゃないんだよな。頑張ろう。妻の死の真実を伝えよう。よし、どうしようかな。まあ、でも河川さんが最終的に伝えるって言ってたから、それまではどちらかで手助けにしましょうか。じゃあ、いちごひとふりさん参ります。と河川さん、背中は任せてくれ、いちご。あ、呼び捨てだね。うん、やっぱり結構近しい仲なんだね、きっと。黒田さんの配送がダメだから護衛しながら相手を撃破するんだね。わかった。この BGM いいよな。支度は万全、行ってまいります。うん、気をつけて、雨が降ってるね。よし、行きましょうか。
細川忠興はいるな。黒田軍を攻撃してるみたいです、ね、もうやってるか。まずは黒田長政の救援に当たろうか。話をするのはその後だ。まずは周りを倒すか。黒田長政です。助けに入りましょう。行こう。ありがとう。もうちょい。これで。オッケー。我々は松尾山山頂へ向かう。忠興殿と戦うことになるやもな。ここは山頂まで黒田長政を護衛しませんか。うん、分かった。そうしよう。気になる名前も聞こえたからね。おっと、山頂まであと少しなのに。あと少しの場所ではあるんだ。隊長を全力で手助けするんだよ。うん、ここでさ、いやもうこの部隊の人たちなら当たり前だと思ってたけど、叱ったりじゃなくてアドバイスとして言ってくれるんだよね。なんだろう、仲間としてこうしようって言って。いやこれ当たり前のように思えてすごい大事なことだよね。怒るんじゃなくて助けてあげるんだよね。やろうやろうと思ってもなかなか難しいことではあるよね。オッケー。さあ山頂を目指そうか。綺麗な姿勢だな。ついでに散らしておこう。行こう。ん？小早川殿、家康様から文を預かっている。貴殿も徳川方に組みするといい。なるほど。大事の時は家老に話を聞かねばならぬ。それもそうか。だが細川殿に連れ出されてしまったのだ。ああ。一足遅かったか。どこへ行かれたのやら。そう遠くでないといいが。どれくらい前に出たかだね。まだ間に合うかな。雑木林の周辺に細川忠興と小早川家家老平岡頼勝の反応を確認。分かった、ありがとう。まだ間に合うだ。小早川秀明の若さに目をつけ、こっちか。家老を連れ去るとは、あの方も嫌な手を使う。ある意味ずる賢いね。賢い。小早川のご家老殿とはなるべく穏便に済ませたい。平岡頼勝を巻き込まないようにしましょう。分かった。我々の行動が歴史を変えてはいけませんから。こっちか。オッケー。さては徳川の兵が平岡殿を奪いに来た。させぬ。ガラシャのために断じてさせぬ。もう何もかも苦しい。これすまないが少し落ち着いていただこう。一旦ちょっと伏してもらおう。ごめんね、事情は分かってるんだが行こう。本当に姿勢が綺麗なんだよな。これ以上好きにはさせん。あ、普通のやつ初めて見るな。そういえば、うん、綺麗だ。もう二度と失わない。ごめん、今のセリフすげえ。秘密の名は伊達じゃない。すげえ泣きそうなんだけど。あなたの主が探していました。一度陣へ戻られてはいかがでしょう。うん、ああそうであるな。よかった、聞いてくれた。まあ脅し的な感じにもなっちゃっただろうけど。お、河川さん、また一つ理解できました。あー、いちごひとふりさんのもう二度と失わない。いや今回の件の話ではなく、多分いちごひとふりさんの過去の話から来た言葉なんだろうけど、今本当に涙ぐんじゃった。私はガラシャを取り戻さねば。本当にもうどの道に行っても辛いな。これ貴殿に話があって来たんだ。どうか聞いてくれないか。お願い。貴殿が西軍に従う理由はとっくにない。河川さん、足元に見えてる肌色ってあれ、素は肌、そういう色なのかな。それとも足ちょっと肌が出てるのかな。面白いデザインだね。何？石田三成のもとにガラシャが人質になっていると聞いているだろうが、それは残酷な嘘だ。知
真実も残酷ではあるんだ。ガラシャは貴殿の望み通り命を絶った。望み通りか。いや、そうなんだけど、いや、カセンさんは何も悪くないんだけど、ガラシャがもういない？まさか。知りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ。ちゃんと覚えてるんだ。それは時勢の句だよ。読み手が誰か貴殿にはわかるだろう。望んでたのも嘘ではないんだと思うんだよ。戦の流れがあるから。でも河川さんも言ってたけど、本当に望んでるならこんな反応になるはずないんだよ絶対。彼女は覚悟を持って散っていった。とても高潔で雅な性だったと僕は思うよ。そうだね。そうか、最後まで美しい歌を残したものよ。自由にさせてやれなかったのは私なのに。細川さんにとっては全部自分が巻き込んだっていう風にそりゃ思うよな。すまない、ガラシャ。修復が進みました。お疲れ様でした、カセンさん。ありがとう。ああ、もう大丈夫だ。忠興様は本来の心に従い、この戦を戦い抜くだろう。よかった。細川忠興の協力で、小早川の調略は成功するはず。ついに、関ヶ原の盤面が整いましたな。こうなると、あとは真っ向に戦うことになるのかな。あとは東軍の勝利を見届けるのみと言いたいが。ヒューガ君、演算結果が修復されたのは一部のみ。依然として関ヶ原の勝者は西軍のままです。ヒューガ君が西軍にいるから。肝心の勝敗が立たせていないな。石田三成がどんな策を用意しているかは全く情報が得られていませんね。そうだね。近之助、ヒューガ君の情報はどこかに、彼の反応はないんですか？今のところ検出できていません。そういえば政府の強化って任意で解けないのかな。多分必殺技とかはこの強化から来てるんだと思うんだけど、もう与えちゃった感じのものっていうもんなのかね。そうですか。気を落とす必要はない。歴史修復を目指す限り必ず間見える。石田三成とも日向とも。ああ、乗り込むしかないようだね。関ヶ原の勝敗が決する地点へと。そうだね。石田さんを勝たせたいという思いがあるなら絶対現れるはずだよな、日向君も。ただいま。文系であることを押し通せぬ世の中か。
順調。お、まあこんな付き合いも一興かな。長義さん、なんか、いや、私があんまりまだ分かってないからなんだろうけど、あらゆる人とどういう会話をするのか全然想像がつかないんですよね。ヤゲンさんとか、食大切りさんは多分どの人に対してもこういう感じなんだろうなってイメージはなんとなくできるんですけど、長義さんがね、全然国広さんとのこうマッチが合いすぎてて、みんなの好みに合わせないとね。食大切りさんやっぱり大きいね、身長。長義さんがね、目上の人、下の人、同い年の人、どういう話し方をするのか全然イメージがつかなくてすごく楽しみ。縁側お茶入れだったら見ましょうか。生け花か。では始めましょう。さて始めようか。僕の本領発揮さ。 OK です。と、あ、これだけか。絆会話よし。めちゃくちゃ出たね。大栗からさんもいろんな人の見たいんだよな。巴方さんと大栗からさんの会話、あー、でも長谷部さんも気になるな。どういう話をするんだろう。三日月さんは全員分気になる。みんながどういう反応を三日月さんにして、どういう対応というかを姿勢で話すのかがみんな気になる。とりあえずはこのまま、でもあれか、ここいらで第一部隊の方々をちょっと配置してみましょうか。ここに控えているか。じゃあ村正さん、腕の見せ所です。と、トンマキリさん、腹が減っては戦はできないからな。遊ぶ。巴方さんの遊ぶって何回聞いてもいいな。運試ししよった。綺麗だね。すごい、細身な感じするね。他の刀剣男子方と比べても。結構、体つきは一番小柄にも見えるな。この、何、刀のサイズの方の体の大きさを思うと、華奢、一番華奢にも見えるな。大栗からさん、食大切りさん。待つのも悪くはない。比べると、いきますか。ではそれで行こう。ん、これは、ヒューガ君いた。わずかですが関ヶ原にヒューガ政宗の反応を確認。戦場に出ているものと思われます。よかったと思うべきか、と思うべきか。ヒューガ君、よかった、無事だったんだ。ここで無事だったんだってことを大地に確認してくれるナマズオ君よ。いい子なんだよ、本当に。希望が見えましたな。何としても敵の手中からヒューガを取り戻しましょう。もうみんな仲間として帰ってきてもらうのを前提に動いてるの、なんか私がちょっと申し訳なくなっちゃったな。私ばっかり悲観してたけど、いや、帰ってきてもらおう。刀剣男子の戦力は一騎当選。ヒューガは間違いなく西軍勝利の元凶の一つだ。間違いないね。干渉を受けてしまった以上、簡単に正気に戻せるとは思わない方がいい。今一番怖いのは、その虫がヒューガ君を飲み込んでしまったら最後多分消滅まで持ってかなきゃ義士を治せないんだよね。消滅、その前に
正気を取り戻せるかどうかの勝負な気がするな。ヒューガとも戦うことになるということかい？覚悟はしているよ。けれど、でも刀を交えた後には心を必ず繋いでみせよう。文系としての誇りを持ってね。河川さんもかっこいい。いやもうかっこいいって言葉では正しくないんじゃないかと思うぐらいかっこいいな。悲しみも苦しみも雅に乗り越えてきた仲間です。きっと日向君は戻りますって。生蔵君そう、やっぱこういう発言が多いんだよ。なんとかなりますってとかこうなりますってっていう、本当に意識的に明るい未来を信じて周りの人たちを元気づけようとしてる、すごいいい子なんだよね本当に。ええ、行きましょう。西軍勝利の歴史改変を阻止し、皆で本丸に帰るために。新たな流れが検知されました。まだ今どの辺なんだろう、もう終盤なのか、今中盤ぐらいなのかな。また虫と戦うのであればそこで河川さんを使いたいのもあるので、ちょっと続いてしまう気もするけど、生蔵君俺に任せてください。日向君を迎えに行ってもらおう。手助けするよ生蔵。ありがとうございます。失敗条件が味方のどちらかが敗走するとダメなんだ。で石田さんの撃破ね。日向君の前で石田さんを倒さなきゃいけないわけか。いや行こう、間違えた、行こう。あいた。うわ、素行軍だ。リアルで見るの怖いな。あ、ヒューガ君、ヒューガ君だ。完全に敵型だ。ヒューガ、邪魔をしないで。あれも本心なんだよな、主のためなんだよな。今を大事に守り抜きたいですよね。戦闘、始めます。頑張ろう。ヒューガ君、絶対に引き戻してみせますか。ああ、もう戦うの。そのためにもダメだダメだ、覚悟しろ。東軍の劣勢を覆さなくては。苦戦している将を助けに行きましょう。来たよヒューガ、もうやめにしないか。聞こえるかな。言ったよね、邪魔をしないでって。あなたたちに構っている暇はないんだ。あなたたちか、もう仲間ではないんだな。待ってください。彼を追うにはこの敵を倒すしか。まだか、君らぐらいならなんてことないよ。合わせましょう。迎えに行こう。おっと、防いでるね。甘いよ。 OK、逃げます。でもな、敵方に回ったとはいえ、ヒューガ君の邪魔をしないでっていうあの言葉も本気で言ってるのがすごいよくわかるからさ、本当に正義と正義のぶつかり合いなんだよな。助けられたか、感謝しよう。この先の忠興殿も苦戦しているようだ。分かった、助けに行こう。早く東軍の劣勢を覆さないと。いっぱいいるな。細川忠興を助けに行きましょう。こっちでいいのかな。いるね。間に合ったようだね。ここは僕らに任せてほしい。よかった。出してもお前たちか。巡り合わせとは不思議なものよ。助けるよ。あなたも頑張ってただろうからな、本当に。
痛い、すごく痛い。行こう。せーのっていうのかわいい。いいね。おっと、島左近さんか。打っちゃおう。あ、ごめん、セリフがあったね。あー、かっこいい、かわいい。よし、突撃だ。ここ大好き。でもちょっと希望が見えてきたな、みんなのおかげで。今の一瞬かっこいいんだよな、ほんと。俺だってやりますよ。ありがとう。誇らしく思うよ。よかった。連撃外れた。おっと、これすごいな。刀ではないね、すごいね。ただ西軍の気迫は衰えませんが、まだまだか。もはや僕らで石田三成を止めるしかない。本陣へ向かおう。なるほど、大将を叩くか。まあそれが一番戦場では手っ取り早くはあるかもね。 OK、 一応この人もなんかでかいタイプだから倒しておきます。 OK、 力を合わせる時だな。うん、あの方のところへは行かせないよ。この戦は西軍が勝つんだ。操られてるだけじゃないんだよな、本当に。これごめん、何回も言って申し訳ないんだけど、ちゃんと日向君の意思があるから辛いんだよこれ。本当にただ操り人形になってるだけならいいというか苦しくはないんだけど、だから日向君の思いを折るつもりでやんなきゃいけないんだよね、ここは。ヒューガ君が歴史を改変するなんて嫌だよ。だから止めなきゃ。君と戦ってでも。うん、行こう。やるならやるよ、ちゃんと。承知しました。この瞬間に無敵を利用するのはちょっと心苦しいけど、やるからには本気で行こう。じゃないと伝わらないものもあると思う。いける、行こう。 OK。 ごめんね。手洗い真似をしてすみません。どうかここで待っていてください。すぐ行くよ。すぐに戻るよ。うん、本陣へ急ごう。あ、始めましょうか。撃っちゃった。保持しててもよかったね。そこだ。ああ、すごい。あの、そこでの ASMR がうおうお聞こえる。いい手応え。完璧でした。いるかな。あの少年は倒れたか。だが、私は引かぬ。次は我が軍に会い。あなたも並みならぬ気迫。本気なんだよな。ですが、さて押されはしない。うん、負けないよ。あなたが本気だからこそだ。行こう。もう一回。あー、 BGM 悲しい。これよーし、突撃だ。ここでさ、この物悲しい曲調の音楽が流れるんだよ。行くよ。俺だってやりますよ。石田さんの思いが表されてるんだよね、ここも。私兵となる覚悟を決めた今、この身朽ち果てるまで忠義を尽くす。うん、そうなんだよな、人のために動いてるんだよね、石田さんも。いや、違う。私が義を果たさずして死ぬことなどはありえない。あ、まだ立ち上がると。カマキリか。虫を呼ばれた。警戒してくれ。まずはこっちから行こう。もう中ボス級にはなったけど、普通に強いから気をつけよう。やばい。あ、ごめん。噛んだつもりかよ。あー、ここで言葉がちょっとこう荒い感じに乱れんの。いや、ごめん、すごい申し訳ないんだけど、すごいかっこいい。やばい、行こう。もうちょい。
やばい、外した。いきなりだね。おっと、あ、髪が OK。 あー、美少年だ。あー、髪が、え、ま、めちゃくちゃ、どうしよう、かわいい、こんなシーンであれだけど、すごい美少年なんだが、打ち来る。みんなで帰ろう。そこです。ありがとう、追撃してくれた。何かまとってるな。行こう。オッケー。我が刃、家康に届かぬとは。ここは引く。落ち延びて必ずや再起を。まだいるか。これでおしまい。これ大丈夫？私明日アカウントバンされない？ちょっと強くなったかも。よし、これからもよろしく。絆会話だ。すごい真面目なシーンなんだって、ここなんだけど、私生蔵君と同じ本丸で生活できないかもしれないな。お風呂上がりとか多分こういう格好になるんでしょ。ちょっと別々に入ろうか。私後で入るね。石田三成は敗走した。天下分け目の大戦はこれで決着だ。なるかな。早く日向君のところに戻りましょう、うん、ちゃんと話をしたいです。意識はどうだろう。関ヶ原は、戦いはどうなったの？あの方は。勝敗は決しました。生死の通り、西軍は、石田三成は敗れました。これを聞いてどうなるか。負けた。そんなはずないよ。あの方は勝つんだ。関ヶ原の先も生きて願いを叶えるんだから。そうなんだよ。そうなんだよな。全部、本当に全部は好きというか、愛してる人のためを思ってるからなんだよな。優雅君、君の気持ち、俺少しだけわかります。でもこれが正しい歴史なんです。正しい？まさか忠義を貫いたあの方が罪人のように死ぬのが正しいだなんて言わないよね。これもコメントでごめん、本当に正しいかは確認してないんですけど、死に際の処刑の時がすごい存在な扱いだったみたいなっていう風に伝われてるっていうのを聞いて、もしそれが本当にそうなだとしたら、それも含めて言ってるんだろうな。そんなの破綻してる。残酷すぎて物語にもならないじゃないか。懸命に生きて真面目にしてきたのに、ひどい扱いを受けて最後は首をはねられたのを知ってるから今こうなってるんだよね。やはりヒューガはもう。では偽りの夢を追って憎悪を抱えて生きていくことが雅だとでも。君は筑前で見たはずだよ。関ヶ原を生き延び死を奪われた石田三成の末路を。末路。ヒューガ、君の知るかつての主はどんな人だい？そっか、石田三成様は。そ
そうか、今は恨みとか憎しみで動いてるけど、本当はまっすぐな方だよ。うん、一番知ってるんだよね。誰に何を言われても主君への忠義を貫く。不器用なくらい一途で純朴な心をしていた、うん、僕はそんなあの方のあり方が好きだったんだ、うん、植えられた憎悪に支配されるなんてあの方らしくない。あ、なんと。よかったー戻ってくるって信じてましたよ。いや、まだ油断はしないけど、河川さん、みやびを信じて、みやびを大事にして、でも一方で力も押してるところで、ここで面影さんがもうダメだって言ったところで、力じゃなくてみやびの方で日向君と今戦うことを選んだんだよね。もうこれ、うん、人として惚れてしまうな。おかえりなさい、日向。よかった、おかえり。お見事。よかったよかった。いや、もう私何にも怖くない魔法少女みたいになっちゃったけど、もう何も怖くないな私。これ以上どんな虫が、もうゴジラが現れても私何も怖くないな。よかったー、日向くん。今日絶対一緒にご飯食べようね。We'll be right back.